ハルマの父親が新たなモンスターを呼び出したようだ。マジか。しかもどこに隠れたのか行方がわからない。モンスターとしての力はまだ強くないようだが、メメントモリと同様、人の何かを餌にして大きくなる可能性がある。放っておけばまた誰かが犠牲になる。アキラ、逃げて。うん。先手を打てば問題ない。ポンデオラゴンにしっかりやる。上野原のどこかにあるという素粒子研究センターを探し、敵が力をつける前に倒す。そりゃそうした方がいいだろうけど。やっぱ手がかりは欲しいよね。あとは手分けして探すとかとか。人手がいるなら協力するよ。うよいしょっと。話は全部聞かせてもらったわ。なんでこんなところに穴が。説明しよう。物質と生徒会室はこの非常口を通じてつながっているのです。そう、来たる X フラッグパークイベント最大の目玉、リボン復活ライブの準備で死ぬほど忙しいけど手伝ってあげる。オラ様も全力でやるである。リボン、リボン、お前実はめちゃくちゃリボンのファンだろ。リボン、はいはいはい、オラ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 、はい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 、オラ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 。ねえねえ、レン君も一緒にどう。はいはいはい、オラ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 、はい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 、オラ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 、はいはいはい、こんな奴らでもいないよりはマシか。素直じゃないな。どく昨日ハルマとちゃんと話せた。ああ、少し気持ちの整理がついたかもしれない。そっか、私ね、別に同じチームじゃなくても私たち最高の仲間だって思ってるから、いつでも最高の友情コンボ打てるって自信あるんだ。アキラもそう思わない？そうだな、俺も。ん？アキラ、逃げろ！覚えるか！飛ぶ無理かもね。あ、上野原に着いたって。誰が？シックスパーク！てかもう来てるし。2秒ほど遅れてしまいました。2秒って遅刻になんの？オパリオ、インジアンサロン。オパリオ何それ。リッポン、リッポン、リボン。何やってんのあいつら。結構なオパリオでした。抹茶なんてどうでもいい。ひどい。これ南の真心がこもってるんだよ。でもさ、どこにいるかもわからない敵を探すとかって正直無理だよね。私の数式によると、強大な力を持つモンスターは人の姿を取る確率が高いと出ています。木を隠すなら森、そして人を隠すなら人の多い場所。その通り。ってことは人が多い学校なんかも怪しいわけ。悪い、取ってくるわ。あったあった。見つけた。
いやいや、さすがにうちの学校にいるとかありえないよね。いや待てよ、意表をついて幼稚園とかありえる？ありえない。ハルマは何か敵の手がかりをお前たちに話してないか？それについてはハルマもまだ、ただ人の思いが集まる場所を探せとだけ。これを私の数式で導き出しました。Xフロッグパーク？そう、大事なことだからもう一回言うけど、 Xフロッグパーク。そこでのリボン復活ライブが成功すれば、ファンクラブ会員増大、獣神歌謡祭への出演依頼も夢じゃない。開催場所は幕張メッセか。大規模なイベントってあるし、いっぱい人が来るわね。モンスターのパワーアップに必要なものが人の何かだとしたら、敵にとってはうってつけの日に。人間にとっては。そうさせないためにも幕張メッセに行ってみるか。なんか面白くないな。そうだね、もう全部取っちゃおうよ。ホムラ・レン、新しい記憶もきっととても美しいだろうね。